はい、オンサイトマネジメント事業部の橋本です。実は今年入って初めてということで、すみません、また間飛んで空いてしまってたんですけれども、もうすっかりですね、前回12月に今日の仕事を取ったんですけれども、今年もすでに3月ということでですね、ちょっとかなり空いてしまったんですが、やっぱり1月、2月、3月ですね、まあ、賃貸業界、繁忙期ということでですね、ちょっと実はバタバタしておりました。で、まあ、当然、退去とかが出たりとか、まあ、リフォームしたりとかっていうところのところでですね、人の移動に絡む、まあ、バタバタっていうのもあったんですけれども、今年はですね、ちょっと結構天災関係のが実は、ありまして、まあ、1月に結構、大きい大雪が降ったのの時もありましてですね、その対応であったりとか、実はその後の1週間ですね、ちょっと結構寒波の方が来てまして、東京ですね、結構凍結関係のトラブル事故が実は多かったです。で、その時は普通でしたら、まあ、立川とかですね、八王子、こう、相模原とかですね、そちらの方の山沿いの、ところであったりとかが、ちょっとそういう事故が多いんですけれども、今回も川崎市であったりとか、東京のこう23区内とかですね、そういったところでも凍結があって、こう、水とかお湯が出なくなったりとか、逆に、まあ、水漏れ関係とかの、まあ、そういったですね、トラブル等というのが今回かなりありまして、ちょっとそういった部分ではちょっといろいろと対応に、2月、まあ、1月後半から2月というのはちょっと結構バタバタしてたというのがあります。で、最近はちょっと実はこのまた雨が結構きつ何日か降ってましてですね、で何日か前も結構台風に近いこう横雨みたいなとかもありまして、実は漏水事故とか雨漏りとかそういったの対応とかもしてましてですね、まあ、あまりちょっと嬉しくないんですけど、まあ、何年かにいつも大体3年とかですね、4年ぐらいに一度あるんですけど、今年ちょっと天災関係はちょっと当たり年というかですね、ちょっとそういったことが今年は多い時期なのかもしれません。まあ、また夏とかですね、これが暖かくなってきますと大雨とかですね、ゲリラ豪雨とか、まあ、台風とかそういったものいろいろ出てくるんですけれども、まあ、落雷とかですね、それは出てくるんですけれども、まあ、そういったことっていうのをできるだけないように祈りつつですね、ちょっと今引き続き対応させていただいていると思います。で、あとは繁忙期ですね、まあ、繁忙期の方は実は募集の方はもうそろそろ3月の多分第3週目、4週目ぐらいの週末で落ち着いてくるかと思います。で、ただ私もオンサイトマネジメント事業部の方はですね、まあ、リフォームの関係の件をやっているので、まあ、当然3月末ぐらいまではピークだっていうのもあるんですけれども、それと合わせてですね、ご入居される方が、まあ、大体2月、3月ぐらいから皆さんお部屋決められて、まあ、早めにちょっと入られますのでですね、ちょうどこの3月の半ばぐらいから実際にお部屋入られて住まれることが多いんですけれども、その時に、まあ、要はゴミの出し方から始まってですね、まあ、あと電気、ガスの回線の方法とかですね、初めて一人暮らしされたですね、そういった細かなところまでのお問い合わせをいただいたりとか、まあ、リフォームした後、こう生活してみて初めて出る不具合とかですね、そういったことでの、まあ、サービスリクエスト関係とかっていうのがどうしてもこの3月の半ばぐらいから、実は4月の半ばぐらいまで多くてですね、で、あとは、まあ、新しく生活して皆さんちょっと、まあ、友達とかですね、呼ばれたり楽しまれたりして、こう騒音の問題であったりとか、ゴミ出しとかっていうのを皆さん守っていただけないような状況でそこでトラブルになったりとかですね、実はそういったことが先ほど言ったように4月の半ばからゴールデンウィークの手前ぐらいまでありまして、まあ、賃貸の募集関係の繁忙期というのはもうまもなく終わるというか、まあ、あと2、3週間で終わるんですけども、まあ、私の仕事は実は1ヶ月ぐらいですね、繁忙期がちょっと続くような状況が続いておりましてですね、もう一踏ん張り、二踏ん張りしないといけないような状況ではあるんですけども、まあ、もう3月まで来てますんでですね、まあ、あと1ヶ月、きっちりとこの忙しい時期をですね、乗り切ってですね、気持ちよくですね、ゴールデンウィークとかを迎えないようにちょっと頑張りたいなと思ってますので、引き続きちょっと、また私からご連絡、オーナー様とかしたらちょっとご連絡いくこととかもあるかもしれないんですけども、その時は温かくご対応、ご協力いただきましたと思います。また引き続きよろしくお願いいたします。失礼します。